回は門真駅で10月19日から11月1日まで展示させていただいた森岡宗平様の写真作品をご紹介させていただきます。旅写真展太陽とともに、22年間22万キロ旅の一部、車での旅が若い時からの夢でした。思い切って60歳から放浪の旅を始めようとハイエースを購入、半年かけてキャンピングカーに自分で改造し、待望の8ナンバーを取得しました。放浪の旅を始めた頃は記念写真を撮りながらの旅でした。そして10年余りが経つと、本格的に写真を撮りたいと思うようになり、一眼レフを買って独学で撮るようになりました。カーホームレスかと友人から冗談を言われながらも、毎日が夢中で、いつの間にやら22年間で22万キロも走っていました。今では廃車となりましたが、放浪の旅を最後まで付き合ってくれた愛車には感謝の気持ちしかありません。